はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらプレババン限定仮面ライダービルルドスマッッシュバトルセットセですというかパッケージ超かっこよくないやっと到着しましたね去年予約した各スマッシュの成分が入ってるフルボトルセットで予約時には10本目が公開されてなくってハテナマークでしたがファングスマッシュですよねあの13話のセントの階層でチラッと登場したあのスマッシュのフルボトルがラインナップされて全10本。 パッケージの各怪人画像超良くってさらに大理石っぽいムラのある黒柄なんかもいい感じですね上下にはスマッシュボトルセットって書いてあって後ろ側には各スマッシュボトルが載ってますが予約時にもデラックスガンと連動して遊ぶことはできませんよって書いてありましたが実際ビルドドライバーとかスクラッシュドライバーと本当に連動しないかどうかも確認しましょう 一応各スマッシュを見ていくと、ニードルスマッシュ、ストロングスマッシュ、バーンスマッシュ、フライングスマッシュ、ミラージュスマッシュ、スクエアスマッシュ、プレススマッシュ、アイススマッシュ、ストレッチスマッシュ、 ファンクスマッシュ。この中でも特にバーンスマッシュは龍ガの彼女ということでかなり印象が残ってますよね。よくプレバン系のアイテムは予約時にはおもちゃと連動しませんよって書いてあるのに実際届いたら意外と連動するじゃんみたいなやつが多いので今回も期待、うわ、期待しておりますがでかっ いやいや、すごいな、ボリューム。もともとガシャポンでね、このミニサイズが出てて、ある程度横幅の出っ張りは分かっていたんですが、予想以上にかなりのボリューム。あ、すごいね。でもこれ音なんないんだよな、光らないし。 10本セットで定価7500円で、なので、1個750円相当ですが、確かにそうかも。うわ、すご全然違うじゃん、いつものフルボトルと。あ、でも全校は変わんないのかな これは確かにプレ版限定アイテムって感じ。期待以上にすごいかっこいい。普通のフルボトルと比べると。あ、やっぱ全高は変わんないんだな。横幅が大きく違ったりとか。あ、ここのいつもの QR コードがあるとこがぐにっと曲がってるんだ。そうだっけあ、ガシャ版だと曲がってないね。わー、すごー。 でもこの辺のメカ造形のサイズとかは変わってないんだよな。単純にクリアパーツの部分のみ造形が大きく変化してるって感じなんですよね。あーないじゃん個別認識ピンがない通常はね、こう出っ張ってるやつがあるんですが。えー、ないんだ絶対なんだかんだここつけてくるかなと思ったけど。 あ、そう。これが全部で、まあ、基本の形は同じですが、成分カラー違いが10個入ってるんですね。まさにプレ版限定のコレクションアイテムって感じ。はい、ボトルを全部取り出して、ずらっと並べるとこうで、もうこれね、やばいよ。 なんでかっていうと、スマッシュの成分も青色多い問題があって、微妙にカラー違うんだけど、これガタッとか言って、ボトルがバラバラになったら、どのスマッシュか、さすがの僕もわかんなくなりそう。今はちゃんとね、このパッケージの並びに前後5本ずつ置いてるような形で、造形は全部共通で、予約時から分かってはいましたが、相当割り切ったアイテムですね。いやでも満足度高いよ。かなり大きいから。 では一応それぞれを確認しましょう。まずはニードルスマッシュのスマッシュボトルで。 ニードルの本体カラーと同じで成分は白色でぐるりと本体を見回すとベース部分は全部ツヤ消しになっててそこから黒い塗装がありつつこの辺がぐにっと曲がってる造形なんかも改めて見てもすごいですねでレーン部分は何もピンがなくってここは透明ですから中の成分が見えますねあ、そっかここで一応色をしっかり見てどのスマッシュかを確認する ようなな形かなで、回転と、シャカシャカアクションもできますし、ガシャポン版ベースって書いてありましたから、デラックス的なピンも来てませんね。とはいえ、なんだかんだでビルドドライバーとかと連動するんじゃないかなと思っておりましたが、ダメだー <laughs> あっそうはまんないじゃんこれ以上いかない。あ、これ以上いかないっていうか、あれだ。ここのね、パーツに引っかかるから当たり前か。 ただ、レーン自体は入りそうなんだよな。両方ともサイドパーツに引っかかっちゃうから、はまんないんだけど。だったらさ、ネビラスチームガンとかトランスチームガンならいけないじゃん。え、なんであ、はまんない。ここがマックス。えー、あえてここ厚み与えてあるのかなそんな感じっぽいね。ここのレーンにはまらない。あ、そうなんだ。全然ダメだね。他の、 ボトルももちろん共通造形なので、どれもダメだね。あ、いけると思ったのにな幅的にスクラッシュドライバーとかもいけそうなんだけど、これ以上いかないんだよなここだ。パーツのこの部分で引っかかってる感じだね。なるほど。ということはもうツインブレイカーとかも全然ダメで、ワンチャンいけるとすれば、VS チェンジャーのここの部分に、 いけるね。いけるんだけど、いけるんだけど、意外とね、ハマるのよ。意外とハマるんだけど、まあ、ロックしないし、ここでね、あー、ちゃんとハマんないように出っ張りがあるね。で、引っかかっちゃうな。まあも,、まあ、もちろんね、ここ行ったとしてもピン配列がないから音もなんもなんないんだけど、いくつか試して分かったことは、デラックスガングとはマジで連動しないですね。ちなみにガシャポンでライトアップフルボトルとして発売した、 こちらとサイズを比べると、さすがはね、プレバンアイテムはサイドのボリュームのね、この出っ張りが劇中まんまって感じで、だいぶ大きめ。普通のフルボトルと比べても、高さは同じですが、横幅が大きく違いますね。すごいな、特別感あるな。クロコダイルとかと比べてもね、また特殊な形状って感じだもんね。ただ、どのスマッシュも形は同じですから、 ストロングスマッシュ。これも本体が青色ですから、中の成分もブルーになってて、それ以外は全く同じで、キャップロックも共通。そして、龍牙の彼女ですね。あれ、第2話ですよ。序盤でそんなハードな話持ってきていいのかっていうぐらいのかすみちゃん退場でしたが、ボトル自体はいつも通りで、バーンスマッシュの本体カラーと同じでオレンジになって、 でてシャカシャカアクションとキャップロックこれはねドラゴンフルボトルと一緒に飾って置いておくのもありですよね というか最新話の予告でバンジョーの新たな秘密がみたいな感じっぽかったですがバンジョーに知られざる秘密なんてまだあったんですねハザードレベルの成長率が異常ですからそこに秘密があるのかなそしてフライングスマッシュのスマッシュボトルでフライングスマッシュは本体カラーがピンク系なのでもうちょっとピンクのクリアパーツを持ってくるかと思いきやオレンジでこれはバーンと比べても 気持ちこっちが暗いかな。入れ替わっててもこれわかんないわ。というかもう、ちゃんとね、元の場所に置かないとわけわかんなくなる。そして、ミラージュスマッシュのスマッシュボトル。スマッシュの本体カラー自体はネイビーとパープル、パープルとピンクかな。なので、もうちょっと、あ、でもパープルか、成分は。一応本体カラーに準じたものになってて、ミラージュスマッシュのあのキャッスルっぽい造形かっこいいですよね。 で同じようにシャカシャカアクションとキャップ回転でパープルだね確かに。 ストロングのブルーと比べると違うもんね。ま、あでも比べて初めてわかるぐらいだからな。そして下の段はスクエアスマッシュのスマッシュボトルで、これですね、スクエア。で、スクエアスマッシュの弱体化の見た目と、ファングスマッシュの見た目がね、ほぼ変わんないんですよね。本体カラーもスクエアスマッシュをイメージしたイエローになってて、それ以外は完全同じで、 シャカシャカアクションとキャップ回転も OK。さらに、プレススマッシュのスマッシュボトル。これは中の成分がグレーで、ギミックは変わりませんし、このちょっとチェンっぽいグレーの部分をイメージしてるわけね。なるほどね。さらに、アイススマッシュのスマッシュボトルをぐるっと見回すとこうで、 これは一応、水色とまではいかないけど、でも青色系の成分だね。ストロングとこれもうわかんないんじゃないわからん <laughs> これはわからん アイススマッシュの見た目はこうですね。すごいな。割り切ってるな。そしてストレッチスマッシュのスマッシュボトルは、ストレッチの本体からのグリーンを模してて、これはわかりやすいね。グリーンの成分ってこれだけだもんね。 はい、キャップ回転とロックも OK で、最後はファングスマッシュ回想でチラッと登場した、一応セントが一番最初に倒したスマッシュですよね。あのボロボロになって、ただいまって言って、おかえりっていうね。あのマスターとのやりとりがさ、めっちゃ良かったんだけど、今はマスターとの関係がね、すごい変化したね。で、本体カラーとは裏腹に、いやでも、ベースがブルーか。それをイメージしたブルーになって、 てスマッシュボトルもブルー多い問題シャカシャカとキャップアクションができて一応ブルー系の中では一番色が明るいのかな まあでも、ほぼほぼ同じだし、品番とかも特に書いてないから、これは混ざっちゃうと、本当にわかんなくなりそうなので、飾るときもね、注意が必要ですね。購入時の説明に書いてあった通り、本当にデラックスガングとは連動しませんので、このようにドンと置いて、ディスプレイしてめでるような感じですね。いや、これは絶対入れ替えちゃいけないやつだな。でも、これだけ、 一本並ぶとなかなか圧巻で、買ってよかったは買ってよかったんですけど、10本目にもうちょっとサプライズが欲しかったのと、1本ぐらい何かね、発酵とか音が鳴ったりとか、そういう風なギミックがあってもよかったんじゃないかなと思いますね。今一度、各スマッシュボトルを近づいてみるところで、本当に成分以外は全部一緒。 以上、プレバン限定仮面ライダービルドスマッシュボトルセットの紹介でした。